那覇市国際通りから徒歩3分、沖永通りにあるビオートカフェのお店、ルビーショップ&カフェ沖縄を紹介します。いつまでも美しくありたいという多くの人の願いを叶えるべく、日本にハーブピーリングを持ち込んだ第一人者とも言われる権野裕子さんが立ち上げた美容ブランド、ルビー。ここは東京の本店銀座ロッソを除くと全国初となるメーカー直営店で、さまざまなホームケア商品を取り扱っています。今回はそんなルビの大人気エステコース、頭皮トリートメントを体験リポート。まずはですね、クレンジングから行ってまいります。はい、で今日この後に、受けていただく頭皮トリートメント、ハーブピーリングという施術になるんですけども、はい、お肌を滑らかに、そして毛穴全体を引き締めていくようなトリートメントになっております。はじめにクレンジングや洗顔などでお肌の汚れを落としたら、ルビの真骨頂、数種類のハーブと300種類の酵素、お悩みに合わせたオプションをブレンドした頭皮トリートメントで古い角質をピーリング。本当に畳のような、はい、なんかこの和な感じが、はい、すごくリラックス効果があるんですね。贅沢な時間ではありますけど、はい、受けるっていうのはモチベーションも上がりますよね。そうですね、人に施術をしてもらうっていう気持ちよさあるかと思います。頑張ろうって思います、はい、少し時間を置いて拭き取ったら終了。ピーリング後のお肌どうですか？いやー、さっぱりしました。すごいもちもち、しっとりします。さらに初回はホームケア商品を顔の半分お試しできる半顔体験も実施中。併設されているカフェではふわふわの氷にフルーツをトッピングしたルビ特製のかき氷や、自分で持ち込んだ写真で作るアートカフェラテも味わえますよ。頑張る自分へのご褒美に、たまにはプチ贅沢しちゃいましょう。番組の内容はウェブサイトオキティブでも公開中。もっと詳しく知りたい方はオキティブをチェック。